月森選手お疲れ様です。お疲れ様です。まずは前節スタメン復帰をしました。どんな思いでピッチに立ちましたか？チームも連勝してたので、もっと連勝を続けれるように、結果を出してチームに貢献しようという気持ちで挑みました。今結果を出してという言葉がありましたが、具体的にはどんなことですか？ゴールやアシストだったり、そういうのでチームに貢献したかったです。今日から岡山戦に向けてトレーニングが始まりました。今日はどんなことを意識してトレーニングしましたか？そうですね、やっぱりいい雰囲気で岡山戦に挑めるように、まあ、自分自身もいいコンディションで挑めるように、っていう気持ちで練習に挑みました。岡山の印象だったり仲のいい選手はいらっしゃいますか？いや、仲のいい選手はいないんですけど、まあ、岡山の上位の対決になると思うので、しっかり勝ちたいなという思いです。杉森選手、攻撃の選手ですが、次はホーム戦となっております。ゴールを期待しているファンサポーターの皆様も多いと思います。そのゴールについてはいかがですか？そうですね、やっぱり自分もすごいゴールを取りたいので、ゴールを取って中年貢献できるように頑張ります。最後にファンサポーターの皆様へメッセージをお願いします。ホームで一緒に勝利を喜べるように、頑張りましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。